しいレッスンでございました。子どもの話をよく聞いて共に楽しみながら学ぶことが大切です。だるまさんが転んだ。最初はグー、生まれたて1歳。子どもの集中力を高め、共に遊びながら学ぶことも大切です。グーチョキパーで何作ろう。上達の鍵です。ドレミの音名でどんどん歌いながら弾いてみる。ドレミもドクフも怖くはないのでございます。それではまた。